イギリスにおけるペットの戦時殺処分は1939年にイギリスで第二次世界大戦による食料不足の対策として推定75万頭以上のペットが殺された出来事である。イギリスにおけるペットのホロコースト。小殺子、動物飼育者に対する助言第二次世界大戦の迫った1939年にイギリス政府は 海戦前のペットの処遇を決めるため空襲警戒会のもとに動物委員会を設けた。動物委員会は政府が食料の配給制を施行した場合飼い主たちが自分の分の食料をペットに分け与えるかペットを植えさせるかという選択を迫られる事態を懸念した。この問題に対する回答として動物委員会は動物飼育者に対する助言と題する小冊子を 発行した。この小冊子では、ペットを大都市から田舎に疎開させることを進めた上、ペットの世話を他人に頼むことができないのであれば、彼らを殺すことが本当の優しさです。と結論付けられていた。この小冊子には、ペットを安楽死させるために使える拳銃の広告も掲載されていた。1939年に、 イギリスがドイツに対して戦線復刻すると多くの飼い主たちがペットを安楽死させるために動物病院や動物保護施設へ押し寄せた。動物のための人民医務室や英国動物、虐待防止協会など多くの獣医師等の団体はそのような過激な手法に反対していたが、そうした団体の施設も開戦後数日のうちに飼い主たちで溢れ返った。 プザの創立者であるマリア・ディッキンは、私たちの技術職員が、このような不幸な任務の遂行を求められたことは、決して忘れてはならない、当時の悲劇である。と報告している。1940年9月にザブリッツと呼ばれる、ロンドン大空襲が始まると、さらに多くの飼い主たちが、ペットの安楽死のために施設に詰めかけた。国立陸軍博物館の上席キレーターである、 ピップドットは、人々は爆撃と、食料を不足に悩まされ、ペットを飼うという、贅沢は、戦時下において不適切だと感じた。と解説する。バタシードッグスキャッツホームは、大勢に逆らって、第二次世界大戦期間中に14万5千頭の犬を何とか保護した。殺処分に反対した著名な人物としては、第13代ハミルトン公爵の夫人である。 ニガダグラス・ハミルトンがいる。愛病家として知られる彼女は殺処分が残虐として反対するキャンペーンを行い、ウィルトシャー州に持っていたカントリーハウスのフェルンハウスの飛行場を温めて動物の保護区にした。イギリスにおけるペットの戦時殺処分により、開戦直後の1週間だけで75万頭以上のペットが殺されたと推定される。多くの飼い主たちは、 空襲の恐怖と食料を不足を乗り越えた後、ペットを殺したことを後悔し、ヒステリックに政府を非難した。ありがとうございます。